えっと、清水宏の「やれよなるオレンジ」をご覧の皆さん、えー、こんにちはこんばんは今真夜中、えー、3時40分を回っています清水宏です,、えーっとですね。告知をし忘れてましてね今日これからしばらくひとり舞台フェスティバルを振り返る。 えーとですね、伝説の自分で言っちゃいますが、えー、20人の演者が次から次へと出た5日間5ステージ3日間5ステージですね、えー、それのですね振り返りみたいな各ステージの出演者が集まって公開打ち上げツッコミトークあるいはだらだらゆるゆる時に激しくトークみたいな感じでやらせてもらいたいと思います明、えー、明日明けて本日11月10日本月の23時これ夜です。 ね、夜中いつもの時間帯にここでやりたいと思いますが、えー、この11月5日の初日に出ていただきました、えー、鈴木 拓郎、えー、さんダンサー茶色いプリン主催そして、えー、コンドルズのメンバーでもある鈴木拓郎さん振付師かつダンサー劇作家この方とですね、えー、玉川大夫さん浪曲師全然違う畑のさらにはですね加納真美さん大道芸そして清水博と、えー、14歳の牧綾音ちゃんはちょっと時間的に出られませんので牧綾音ちゃんの、えー、ステージマネージャー えー、門脇さんという方にですね「牧屋や社会もどうしてるのか」な聞きながらどうしてこのようなジャンルの人たちが見事にですねコラボできたのかそれぞれの創作の秘密、えー、それぞれの得て増えて、えー、それぞれにお互いに聞いてみたいことなんかをちょっと話す、えー、1時間弱の時間にしたいと思っています「えー、清水木星の屋根裏のオレンジ一人舞台フェスを振り返る、えー、初日11月5日のお話をしようと」。 思っています「よろしくお願いします。カミングス